ははいこんにちは今日ねちょっとねあの今「バチュラー」の「バチュラー」のセカンドシーズンですねセカンドシーズンをちょっと今見てる途中なんですけどちょっとそれについてね分析してみたいと思うんですよねうんでね、まあ「バチュラー」やっぱり面白いですねや,あのやっぱりなんだかんあのアマゾンがねやってるんでアマゾンプライムがやってるんですよねで アマゾンってすごくそのコンテンツにお金をかけるんですよね前もちょっとこれ触れたことあるんですけどうんなんでアマゾンっていうのはその事業とかにお金をすごく投資してどん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 惜しみなく投資して拡大していくっていうビジネスモデルなんですよなんで動画とかこ動画コンテンツとかもレベルが高いんですよね、うん、ネットフリックスももちろんそうですけどだからやっぱバチュラーとかもオリジナル独占 アマゾン独占のやつは結構面白いですよね、はい、だから、うん、まああのテレビとかね今だんだん予算がかけられなくなってる中でやっぱりネットフリックスとかアマゾンとかねはね結構強いですよね IT はね、うん、だから「バチュラー」もね結構どこあの全シリーズ面白いんで見てみるといいかもしれないですねはい。 で2もね今見てる途中なんですけど面白いですね1が面白かったんで2も見てみてるんですけど結構面白いですね、うん、でね2を見た感想簡単な感想としてはねあれですねあのバチュラーバチュラーの本人が1の時より分かりやすいですねあの何でしょうね顔に出るというかまあこれ本人も作中で言ってたんですよね表情に出るって うんでですけど本当に表情に出てるなっていうあの好き嫌いがはっきりしてるというか面白い時は,とはつまんないんだな,なっていう時の表情がすごく分かりますね見てて。うん、でそれをよく見てて「あのバチュラーのあの」のローズを渡すシーンであの大体は予想つきますよね。うん、大体楽ししそううにててた時はローズがもらえるっていう 感じで今回の「バチュラーは」はあのー、分かりやすいですね表情に出るから、はい、そう好き嫌いな表情に出る、うん、でも恥ずがに本人も言ってるだけのことはありますね。はい、でね2はねあれですねオリラジの藤森さんと今田耕司さんなんですよね司会が。 でね、これは多分この2人面白いマッチしてるなっていうふうに思いますねあのちょうどボケとツッコミになって、まあ、今田工事がボケてオリラジ・フジモリがツッコむみたいなそういう感じになってて結構この視界面白いっすねちょっとね「バチュラー」あの「バチュロレットっていう女性の方が選ぶの方だけ先に見たんですけど、まあ、バチュラーシリーズそっちはねナイティナインがやってるんですよねナイナイが。 なんでですすけどうーんあれですね、「バチュラー」に関しては今田耕司とこの藤森さんのコンビの方が面白いような気がするます個人的にはね。うん、でね今田耕司さんってあの昔『相のり』っていうテレビの番組もやってたんですよ。だからこの恋愛バラエティーで結構その恋愛バラエティーの司会者としてそこそこの有名というかあのやってたんですよね「相のり」っていうのをやってて。 まあその時のねあの実績とかがあって抜擢されてるんじゃないかなと思うんですけどもまあんだろうな役割としては通常の男性目線の意見を言ったりとかあと面白さですよね笑いをちょっとボケたりとかするポジションなんですけどもやっぱベテランだけあってね面白いですよねはいまあ岩田浩二さんはねあのー、最初データ店の時はねダウンタウンのあのー い感じとかああいうの出ててあのダウンタウンのごっつえ感じに出てることによってなんか鍛えられたみたいなことをなんか雑誌かなんかで言ってたことが確かあったような気がするんですよね。うん。ごっつに出てたから今があるみたいなね。ごっつ貯金やみたいな。ごっつ貯金みたいなこと言ってましたね。はい。ごっつ貯金だけあって面白い。今のこいさんの安定感って面白いですよね。はい。ろんな司会や ナイナイとかいるんですけども今回の今田耕司さんとオリラジ,ジリ・藤森藤森さんのこのコンビを結構面白かったっすねはいまあまだ全部見てないんですけどでセカンドシーズン結構面白いですようんだからもしねあのアマゾン会員プライム会員の方はね見てみるといいかもしれませんはいあんまりそのアマゾンの星の評価ではそんなに高くないんですけどもまあ まあ人それぞれでしょうね。まあバッチュラーがちょっと分かりやすいっていうのはちょっとあるかなーってところですね。まあその星の評価のコメントはね、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんでまだ見てないんですけど、まあまあまあ面白いっすね。いろんなキャラクターが出ててね。うんまあ、結論から言うとやっぱ Amazon プライムって面白いっすよね。うん。最初に言ったようにね、やっぱコンテンツにすごいお金をかけてるんで面白いのができるんでしょうね、基本的に。うん やっぱ時代はやっぱアマゾンとかネットフリックスとかフ l ルとかああいうあれでしょうねネットの動画、まあ、VOD って言われるものですよねがやっぱ主流になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますねそれに対それにテレビの人気のパーソナリティが組んでやるっていう方向性それで面白いのができるっていうのになってくるのかもしれないですねはいまっちゃんもあれやってますからねアマゾンでねアマゾンのえっと何でしたっけやってますよねアマゾンプライムでまっちゃんも なんでね、結構見るといいかもしれません。はい。今田さんもね、いい感じですね。さすが、ゴッツええ感じ。まあ、ゴッつええ感じっていうダウンタウンの伝説の番組がね、昔あったんですよ。すごい面白かったんですけども、そこでもう、まあ、ダウンタウンの次ぐらいのポジションで活躍したのが今田,今田さんなんでね、やはり、あれですよね、あの腕力ありますよね、視聴者的に見ても。はい。ということでね、今日ちょっと、あの、Amazon のプライムのバチュラーのシーズン2ですね。 セカンドセカンドちょっと見てそれを分析してみましたはい何かねコメントありましたら遠慮なくくださいなるべく返すようにしますいつもねコメントくれる人本当ありがとうございますあのー、全部見てますと何でもいいですか、ね、コメントあったらくださいすいませんありがとうございます